はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は商品リサーチを行う際の4ステップについてお伝えさせていただきます。商品リサーチを一つの作業というふうに捉えてしまって、その中でやることたくさんありますから、何をどの順番で進めていいかわけわからなくなって、テストマーケティングを行う前、初回の販売を行う前の商品リサーチ段階でずーっと立ち止まってぐるぐる堂々巡りしてしまう方が多いんですね。その状況を打破するためにどうすればいいかというと、一つの商品リサーチという作業を4つに細分化していくんです。この一つの作業を細分化していって順番にこなしていくことで、商品リサーチっていうのは確実に円滑に進んでいくことができますから、今回はその要について話をさせていただきたいと思います。まず皆さんに砂金取りをイメージしていただきたいんですが、川の中で砂金の混じった砂をすくい上げて、そこからふるいにかけて砂金を見つけていく、その作業とボスを集めるリサーチ、商品リサーチっていうのは同じなんですよ。初めから川をずーっと覗いて砂金どこかなって探しても見つからないですよね。だからとにかくガサってすくってからふるいにかけていくっていう作業が、何よりも急がば回れで効率的なんです。それと同じ作業を行うのが商品リサーチだっていうふうに考えてください。まず第1段階目は母数を集めるリサーチです。とにかく商品リサーチは数を集めないことには意味がない。これイケメンコンテストによく例えさせていただくんですが、そこら辺の5人の男の人をガッと捕まえてきて、この中からベスト1を選ぶっていうのと、1000人の男もしくは100万人の男の人を集めていて、その中からベスト1を選ぶ。たくさんの中からベスト中のベストを選ぶ方が単純によりイケメンが集まるわけじゃないですか。それと同じように10商品調べて10商品買い付けるよりも、100商品150商品調べて、その中からよりすぐりのベスト10を買い付けた方が単純に商品の質が上がるってことです。この母数を集める作業、大間違いしてしまう人が多いんですね。自分が好きな商品だけ集めようとする方が多い。自分が好きな商品を調べてもいいんだけれども、気になる商品、目につく商品、面白いなって思った商品、その他何かしらの理由により目に留まった商品っていうのは、どんどん書き込んでいってください。かつ、いろいろなカテゴリーの商品をちょこちょこ書き入れていくことが大切です。例えば、男性ものの長財布を調べ出したら、長財布だけで何十商品もガーって書こうとする方がいるんですけれども、それってかなり博打的なテストマーケティングになってしまいます。自分が長財布だけ出すぞって決めるのは勝手な主観じゃないですか。で、その勝手な主観に基づいて長財布だけブワって出したとしますよね。その主観が一個間違ってただけで全商品総崩れになってしまうリスクがあるので、あくまでも好きな商品だけではなく、気になる商品、目につく商品、面白い商品、もろもろをいろいろなカテゴリーからちょこちょこと書き集めてくるっていうことが最初の母数を集めるリサーチになります。次は買い付け候補を絞る作業です。実はこれも簡単な話で、方向性や意向っていうのが大切になる。逆言えばこの2つで考えていけばいいだけなんですね。具体的に説明すると、より気になるもの、自分が出していこうかなと思えるようなものっていうのをさらにギューって絞る作業、そんだけです。それ以上でもそれ以下でもないので、この母数を集めるリサーチや買い付け候補を選び出す作業の際に難しく考えすぎないでください。この ① ② で作業が止まってしまう方多いんですが、往々にして理由は考えすぎ、難しく考えすぎ、完璧主義。さて、第3ステップになります。先に申し上げますと、1、2、3に進んだと4に進んでいくんですからね。これ超重要なポイントになります。1、2、3に進んでいった後、また1に戻って、2、3、1、2、3、1、2、3のここの堂々巡りっていうのをずーと繰り返してしまう方が多いです。我々はあくまでもセラーですから、商品を販売してなんぼなんですね。商品リサーチは何のために行うかっていうと、テストマーケティングを行うために商品リサーチを行ってるんですが、いつの間にか商品リサーチ屋さんになり下がってしまう方も多いので、ここでようやくダダン、客観的なデータ、要するに販売するサイト上のデータ、私の生徒さんであればアメリカアマゾンの客観的なデータ、売れ行き、傾向っていうものに着目することが必要になってきます。
特に相場価格ですね。相場価格を調べていくっていうと難しいように感じるかもしれないですけれども、ご自身が買い付け候補に入れた商品一つ一つをお客さんが探すのであれば、どのようなキーワード群で探すかっていうことを考えて、商品につき 3,4 のキーワード群っていうのを考えた上で、そのキーワード群の検索結果を見てみるんですね。買い付け候補に入れた商品の類似商品っていうのはどのぐらいの相場なのかっていうのを調べます。で、どのぐらいの相場なのかっていうのが分かれば、どのぐらいの利ざやなのかっていうことも分かります。ここに商標って書いたんですが、これはまあ後回しでいいので、とにかく相場価格並びにその類似商品の売れ行きが、自分が販売するサイト上ではデータ上ではどうなっているかを調べるという作業が第3段階の作業になります。最後に第4ステップ、これとても大事なんですが、そのまま買い付けられそうな商品が10商品中3商品しかなかったと。で、残り7商品に関してはそのままただポーンと出してもどうも利ざやが取れづらい、もしくは売れづらいっていうことが分かってしまった。この段階で、あ、もうこの7商品もうダメだ、お蔵入りだって言って、また母数を集めるリサーチに1から戻って方が多いんですが、そうじゃないんです。3の次に1に戻ることは絶対にしないでください。3の次は4です。4のステップっていうのは何なのかっていうと、この丸3で調べた客観的なデータに基づき、買い付け候補の商品の差し替えを行っていくという作業になります。差し替えを行っていく段階で最も大切なポイントは、ご自身が一度調べたアリババの商品に引っ張られすぎないっていうこと。内容としては簡単です。アリババの商品はガン無視してください。せっかく調べたって思うかもしれないですけど、アリババの商品データっていうのはガン無視してください。その代わり、相場を調べる際に、どのようなキーワード群でお客さんは自分の商品を探してくれるかなと、3、4のキーワード群の候補を考えてくださいって申し上げましたね。そのキーワード群の候補に着目するんです。このキーワード群の検索結果の中で、1ページ目から3ページ目、4ページ目、5ページ目ぐらいまで上位表示されている商品で、かつそれなりにレビューもあって、かつそれなりに単価の高い商品っていうのは何なのか傾向を探っていくわけです。よく売れている単価の高い商品の類似品をアリババで調べ直すっていうことです。というわけで、今回は商品リサーチは4つの作業、4つの段階に分解していきますと非常に円滑に進みますよという話をさせていただきました。丸1、丸2の段階は主観です。で、丸3の段階で客観を挟みます。その後ようやくその客観に従って情報の差し替え、商品の差し替えっていうのを行えばようやく手つまに進んでいけるので、 1,2,3 ぐるぐるをやってしまう方要注意です。4に進んでください。4に進むやり方は差し替えです。アリババの商品にとらわれずに検索キーワード群に着目しましょうっていう話。実際細かい内容についてはですね、生徒の方であれば個別商品ごとに私はチェックしていきますので、今回の動画の中でよくわからなかった点がありましたら、ぜひぜひね、チャットワークでご連絡いただければなと思います。また私の生徒さんでない方で今回こちらの動画をご覧くださった方、まずはぜひね、高評価チャンネル登録いただけると嬉しいです。また気になる点、今回の動画の中でよくわかりづらい点などありましたら、ぜひガンガンコメント書いていただければ必ず目を通しています。というわけで、最後までご清聴ありがとうございます。失礼いたします。